グロスター E28、39グロスター E28、39グロスター E28、39とは、イギリスのグロスターエアクラフトで製作され、同国で初めて飛行したターボジェット機である。飛行式に、グロスターホイットル、グロスターパイオニア、グロスター G40 などとも呼ばれる。ジェットエンジンの父と呼ばれるフランクホイットルの設計した。 ターボジェットエンジンの実用性をテストするために開発され、その結果はジェット戦闘機グロスターミーティアへと反映された。1939年9月、イギリス航空省はホイットルが設計したターボジェットエンジンを実装した航空機の使用書を提起し、グロスターにその製作を指示した。グロスターはホイットルの協力を得つつ、作業を開始し、同社の主任設計者、 ジョージ・カーターはテストベッド機として小型の低翼機を設計した。主翼や尾翼の配置は従来の航空機と同じであったが、機種には空気取り入れ口があり、Z 排気ダクトを通したビブの上に水平尾翼と垂直尾翼が取り付けられていた。1940年3月、航空省はグロスターと2機の原型機の製造契約を結び、 一期目は1941年4月に完成した。機体の製作はグロスターシャー州のハークルコート村で行われていたが、途中からはドイツ軍の爆撃に対してより安全なグロスターシャー州シェルトナムの一角で行われた。イギリス初のジェット機の飛行を見上げるホイットルをモチーフとした銅像完成した機体は再びハークルコートに移され、 1941年の4月から地上テスト用のジェットエンジン W1 を搭載してタキシングを行う試験が開始された。これは特に問題なく終了し、5月15日には新しいエンジンを搭載して、グロスターのテストパイロットであるゲリー・セイヤーの手により、リンカンシャー州のクランウェル基地から初めて空へ飛び上がった。この初飛行は17分間続き、成功を収めた。 その後も試験は続けられ、より洗練されたジェットエンジンに換装して何度も飛行を行った。機体の紹介集も行われ、試験計画の後半には高速時の安定性を増すために水平尾翼に小さなフィンが取り付けられた。使用所では変翼あたり2丁の 7.7mm ブローニング機関銃を装備することになっていたが、これは実際に搭載されることはなかった。 二機目の原型機は、ローバー W2 バイトエンジンを搭載して1943年3月から試験に参加した。試験を行ううち、エンジンをイると、潤滑系統に問題があることが発見された。不幸にも、この二台目の機体は7月の試験飛行の際、エルロンが稼働しなくなり墜落してしまう。原因は、エルロンの制御系に誤ったクリースを使ったことだった。 片方のエルロンが固着し、機体を制御不能に陥らせたのである。なお、幸運なことに、パイロットは脱出して無事であった。一期目の原型機は1944年まで試験を続けられ、同時期に現れたさらに進歩したターボジェット機に、その役目を譲った。E28-39 はスピード記録を出すことはできなかったものの、 実験機としては十分有効なデータを残し、優れた上昇力と高い上昇限度を見せつけ、ジェット機の可能性を示した。また、イギリス初のジェット戦闘機である、ミーティア開発への道を切り開いた点で、イギリス航空界のマイルストーンであるといえる。現在、第1号機は、ロンドンのサイエンスミュージアムに、電動入りして展示されている。また、 フルスケールのレプリカが2機製作され、1機はホイットルエンの地であるハンプシャー州のファンボロー近郊に、もう1機はエンジンが製造されたレスターシャー州のルターワースに安置されている。フルスケールの模型もグロスターシャー州のジェットエイジ博物館の有志の手によって製作されている。三面図、ありがとうございます。